はい、き今日はですね、ちょっと三浦瑠麗さんについて語っていきたいなと思うんですけど、まず、あの三浦瑠麗さん、朝生急遽取りやめ、目覚ましエイトも取りやめということで、えー、旦那さんが10億円の詐欺事件でですね、家宅捜索をされていきなり、ポイッっていうふうにですね、いや、まず、あの本人があの詐欺で家宅捜索をされたわけでもなくてですね、旦那さん。 ね、あの違う人、でしかも家宅捜索されただけでえ逮捕されたとしても、ですよまだ罪はね確定していないわけですね、つまりこの人は法律上はまず全くもって無罪なんですけど、日本人の高い道徳観によってですね,ね疑わしきは石を持ってぶつけてよしということでですねえ本人だけじゃなくて奥さんまで石を持ってぶつけるというね。 一体日本のね高い道徳観というのは何なのかというところをですねちょっと考えていきたいなというふうに思っております。安住さんよろしくお願いします。はいはい。いやーもうこれですね人権とかっていうふうに振り回すんだったらですねあの三浦隆一さんをですね叩くようなねコメントをねあのしている人たちは人権をね侵害しちゃならないっていうことになるんですよ。そうなりますよね、うん、これ。うんうん、もう明らかにもう見るに耐えないコメントいっぱいついてましたよ。 じゃあここでですね、あのー、人権というのを振りかざしてですね、罪に、ねええ、確定してるわけでもないし、容疑の段階になるにもかかわらず、好きかっていうなんてけしからんっていうふうに言ったとしましょう。これ、高い人権意識を持ったコメントですよね。うんうん、そう思いませんか、とみさん。そうするとですね、高い日本人の道徳心によって、われわれはボコボコにされます。<laughs> おまかいな。いや、それるでしょう。恐ろ <laughs> しいですね。で そういうことをね、あの三浦瑠麗さんはまだね、あの何もしないんだとかっていうふうに言うこともなく、ね、あの三浦瑠麗さんね、ねお前な、ね、お前の旦那、ね、あの詐欺野郎やないかいな、もうやめてまえっていうふうに、三浦瑠麗さんに直接言うわけでもなく、三浦瑠麗さんは、すーと消されたわけですよ。<laughs> これ日本人の高いドン,ンタクのドンたくの。 もう流れるような空気を読むこの所作。<laughs> 素晴らしいなと。私、は思 <laughs> うよね。お休みです。はい。お休みです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 とだけ。はい。解説なし。どっちさ今日の、今日の総合解説は風間審査です。よろしくお願いします。はい、は今日のはミラルリーさんは。何がいいですか。ミラルリーリさんはお休みです。 だけ伝えたらしいです、ねはい。素晴らしい道徳意識。ですよどうですか。うん、だから、やっぱり、この。前、ちょっと話しましたけど。土着のですね、風習とか慣習とか、文化の上に法律が乗っからないと、機能しないと、いいじれると思いますよ、これ。う 法律違反しまくってる人いいっぱうちの YouTube のコメント欄でもって「うん、お前発信者情報開示請求されたらの裁判で負けるよ」っていう人いっぱいいるよ。うん、うん、分かってる分かってるねっねだからそれはなんかでも三浦瑠麗だったら叩いていいっていう風潮になってるよね。うん。これなんかね いやただ気持ちわかるよだって明らかになんかおかしいやっていう説明もなんかだって夫と会社一緒のところにあんねてで夫婦 <laughs> で,で住んでて <laughs> 嫁さんは成長戦略会議で内閣官房で太陽光発電バザーって言って旦那さんは太陽光で10億円くださいっていに言っていやもう聞いてないんですよって <laughs>、うん、それ逆にそれ本当にそうだとしたらですね、うん、もうテレパシーで会話してんのかお前らはっていうぐらいテレパシー会話してやったらダメです 会話をしていないにもかかわらず会うんの呼吸でさっさと <laughs> それはお前、ね、どうやって子のもんだやってい <laughs> 確かに <laughs> 確かに <laughs> レパシーでんだんかみたいな <laughs> そんな感じすらすそれがもう無理よそれは、ねうん、だからまあそこがね皆さんやっぱおかしいやろっていうふうにいやけど無理や無理に決まってるけどこて言うかっていうことですねうんじゃあの実は証拠はあるんですか、うん 私がそれに関与した証拠はどこにあるんですかってうん、うん、言えばですね証拠はないよね,、うん、うね家の中で会話記録とか取ってないからすだから証拠はないんです、うん、証拠はないことについては<何>とにかく言えないってやってますのでそれはいいんです私がでも心配してるのは私がずっと気にしてるのはですね、うん、お前よりそんなに売れてるかでて言わろるそういうことじゃない、うん なんでそんなやばいとこに関わっとんねお前って。まあ、そうね。なんでやねんって、いうこのこの前の動画でお話しましたけど。まあ、一言言うと。そういうつもりじゃない。読みの国に行っちゃったねっていう感じなんですよね。読みの国のご飯を食べてしまった。もう戻れなくなってしまった。あれ、んてやったっけな、正しくは。んいや、それ、こ事記の、記のあの文言をですね。 思い出したたかった思い出せなかったうん、うんあ。じゃあ、あの読みの国の食べ物、あのの食べ物についてね、読みの国の汚れた食べ物を食べるとね、うん、あのもうこの世には戻ってこれないんだよという話。なんて言うんだったかな。ね、<の>古事記に登場するですね、伊沢海の,の御事とね、伊沢並のの御事の。もつへぐいというのは何の語源になっているのか、<laughs> そして古事記はどうしてそれを書いたのかについての文化の講義でもしますか。 いや、もういいです。でもですね、ここから私は無理やり古事記から。ミュラルの話に戻しましょう。こ <laughs>、うん、の。七尾は,は, <laughs> はええねん。七尾はええねん。<laughs> はい、ええー、と、まず、あ、ですね。イザナミノミコトとね、あのイザナミノミコト。これがですね、食べて、ね、よ、あの穢れ。をね、に触れてしまったから、元に戻れなかったっていうのはですね。うん、これはですね、あの、単なる創作ではなく。 あ、うん、あの実際にったんですよそういうよういよなことがねそれは何かというと普通に過ごしていた人が汚れに触れてしまったからもうあの人はこっち側に戻ってこないでねっていう人々の願いがそのあのこう古い話とかに現れているわけですよ。うん、であの、うん ねえじゃあ、それが、古事記書かれたのとあれ、うん、何百年前やったっけ、何百年前、もっとも1500年ぐらいからね、それぐらいですよね、うん、それぐらいの時からですね、日本人中のは特に変わってなくって、うん、手軽に触れると、その人は嫌だと、例えばです、ね、そう、ちゃんとね、PCR 検査してもらわないとね、<laughs> PCR 検査ってわけじゃないですけど、いや、例えば、<laughs> あの、あのー、公務員で働いてる人がいますと、親戚に、ねそれは男性でも女性でもいいです、ね。 でじゃあ,あの、男性の公務員が働いてたとしましょう。その人が、ね、公務員のお仕事を辞めて、男専門の風俗をやった。デリバリーボーイをやった。うんうん、あるいは、えー、親戚のお姉さん、女性がいて、その人が公務員だったけども、やめて、ねあの、まあ、風俗のお姉さんになりましたということで。 でもまあ、職業に規制はないんだと。ね。そんな差別してはいけない職業。よくない。で、しかも公務員の時より稼いでる。いいじゃないか。しかも本人好きなことやってる。何問題あるんだ。という、高い人権意識をお持ちの方と、えちょっと何やってんの、あんたって思う人。どっちの方が多いですか、皆さん。<laughs> だってもう99%、あれですよ。気持ち悪るって思うと、うん あとはちょっと心が骨折してて、本当は希望って思ってるんだけど、ょ職業に規制はないわー、差別してはいけないわ、うんうんうん、あ、あ、あなたがいいならいいんじゃないかしらっていうのを指して1%もう100%、そういう,もうおかしいやつなんです <laughs> だった。日本古事記にも描かれている通り、けがれに触れた人はね、もうだめなんです、NG に、うん。 でミラルイさんは今回、毛軽に触れてしまったから、ジャムを叩いていいでしょうって、もう、古事記の頃からの伝統ですよ、これは。読み、うん、の国の食べ物お前、食っちゃったんだろうと、はい、おしまい、お前、まあ、読むとヘグい読むとヘグいいっていうふうに言われるわけですよ。でも読む読むあのねミューラルイさんがテレビに出られない理由はないじゃないですか。ないけど、総合的な判断によって、ですねはい今日ミューラルイさん、お休みですっていう話になる。はい これを説明する唯一の理由よりはそれですよ。だから三浦瑠麗さんもけがれ。はい、あのお名前はですね、三浦四つヘグイルリンかっ <laughs> だから、うん、テレビにけがれた人写しちゃいかん。ね、うん、だってテレビテレビからけがれが入ってくるじゃないですか、ね。だって、あの、想像してくださいよ。カチャってね、あのテレビつけて NHK つけたらですね、あけがれまみれの人が出たらどう思いますか日本でけがれだとなんだろうな、今だったら。うん、うん、そうだな。あの がですねえー、と山口組組長の娘さんが陰で、えー、山口組の旦那を支える話っていうのに変わったりしましょう。<laughs> <laughs> おっと大クレーム勃発ですよ、ね、<laughs> それは <laughs> もう、えー、これはもう70年以上前のストーリーなんてすとかっていうふうに言ってもですね、大クレーム勃発です。え <laughs> え <laughs> ったらいいのにね。で次に国道の国まシリーズとかは。もう人気なき戦いとかね。<laughs> 大人気なのに。 あれはやっぱり非日常の空間なんでしょうね。映画っていうのは。うん、テレビは日常なんでね。日常なので、その四元ヘグイが映っていかんってで、あのー、だからる、三浦、四元ヘグイ、瑠璃になっちゃったんですよ。うん、だってお、おしん。あちさすが先生のね、おしんあるじゃないですか。はい。あれ、あのー、おしん、売られちゃったよね。おしんっていうかわいそうな子がですね、あのー、売られて。 シ、えーンって言って売られて行っちゃったじゃないですか。うん。あれ、ね、売られた。まあ、スイー働きに手伝い実際には借金の方だよね、ね借金の方で売られて、で、向こうで何やってたか、おしんちっちゃい子ですよね。そう、売られた先でですね、男の世話してたんですよ。何してたか夜の世話やで、それ。うん。ああ、怖い。でもそれをもろにテレビで出したらヒットしてましたかね、しない。そりゃ汚れじゃないですか、うんで。そういうところはきちんと。 ペッペッてこう取り除くわけですよねだからね三浦瑠麗さんが汚れになったから汚れになったっていうか汚れだんだんが汚れの存在だったかもしれないっていうだけどあ、もうがちょ <laughs> 素晴らしい21世紀法治国家人権意識なんなんだこれはとねでもこれマウントの取り方としては ねうん、法律とか人権意識持ってないからお前らだめだよっていうのはですね全く意味のない議論だと思いますよ私はやっぱりあのしょうがないもん、ね、そういう国ですからね、うん、そう文化とか風習とかそういうものの上に法律が乗っかるわけですかそうじゃない機能しないわけだからね三浦瑠麗さんを出さない理由って汚れだからっていう以外なんかあるかないよねあ いいよねいやなんか敵前逃亡したんやーとかっていうふうに、あのー、批判されてるのもあるけどいや敵前逃亡とかじゃなくって <laughs> かんとやつ関係ない <laughs>、うん、あのー、もう敵前もう逃げますっていう逃げ口上すら言わされなかったっていう意味ですからねこれは<ー>余計悲惨やんそっちの方が。あ 大変ですななんででもこの三浦瑠麗さんと三浦瑠麗の旦那さんはこんな危険なものにいやそれがね、うん、もう二人とも東京大学というですね、うん、素晴らしい大学を出られていやもう東京大学というところにはですね安富あゆみという素晴らしい学者がいる、うん、講義がる私のとこ来て話を聞きに来くればよかったんで <laughs> あ、ね、まだ来てなかったかな私まだ来てなかったわかる、まあ、あのだからとにかくその東本もし彼らがですよ、うん 1965年生まれだったとしたらはいこんなことにはなってないですそうね三浦瑠麗さんはちなみに1980年生まれでございます、うん、だって三浦瑠麗さんってさあのロシア世代なんですようんでバリバリ就職長評価期の時なんですよねおい,いくつだよ80年生まれ八十いうとはああじゃあ真さんと全く同じやねもうほとんどもうドストライクちょっと赤い,いうん、うん もしも清水優子もですね、三浦リーさんも三浦瀬名さんの旦那さんも、うん、1965年、あるいは70年でもい生まれだったとしたらです。うん、誰もこんなことやってないわけです。<laughs> いやー、こんなとこでなんでワッフン売ってんだっていう感じで、<laughs> 普通に三菱、例えば三菱商事とかでですね、<laughs> あのイタリアとかですね、アフリカとかで派遣されてるんですね。じゃあ水ーズはね、こやろうとかって言って、現地のバキアとか入ってての日の,の商品一回ポケーとかで、ね、この商品よかせとかって、キスたもんだやって、でも年収5000万とかそういう世界を <laughs>。<laughs> 普通に。<laughs> やってるよね。やってるよ。ポストがないんで。<laughs> みなみさんも。 ぐらいのしこしこと勉強してしこしこやってれば、どっか英語の先生ぐらいポスターあるわけよ。シビリアンの戦争というね、あのミルロイさんが最初に出した30歳の時の本、これね、もう今とは全く芸風が違うぐらい真面目な本で、引用文献と用語集だけで100ページ咲いてるんですよ、うん、この人の本、うんじゃあ。それぐらいさ、でもなかったのよ、職が。そう。なんとかかどっのの大学のし <laughs> 英語の先生ぐらいのポストあったよ、この人絶対あやろう。あったやろう、あったやろ。で、旦那さんもですね、東京大学出てるんですよ。ね、頑張ってやったはったやんけど、うん、なんかあの、この人はなんかも,<応>もう一応でもちゃんと就職,就職しただたら。外務省に入れた。外務省に入れた、旦那は。なんでこの方は外務省を辞められたんですかね。うん、組織改編等を担当して退職です。いいですか、うん、組織改変等だから 首を切ったりする人事自分でやって自分もやるっ <laughs> なっちゃってるこれってったんだ嫌になったでそういうことを言うとさなんかねいえそんなんしんどかってえー、つかっていっぱいいるからとかって話になるけど別にそこを擁護したいわけじゃないんですよ別に、うん、ねそこを擁護したいわけではないけど三浦瑠璃さんというのはですねまあご自身が書かれた本で自ら告白されてますけど子供の頃ね、えー、思春期の頃にですね あの男数人連れ去られて乱暴されたと。で、乱暴っていうのはもう本当に、レイピーですよ、レイピーされてですね、しかもそれをなぜか親にも相談できなかった。もう完全にこれ、やばいですよね。やば、あご、あご、あごっ<で>て言って、で、なんてひとく国なんだ。で、それで、一生懸命勉強して、なんとかと思って東大行って、勉強したら、いはい、就職溶キ器、お前の仕事ないよ。 悲しいってなったけど愛する男性が生まれた愛ウさん。何これやばくないですかうん。ね。じゃあ、現代に話を戻してですね、そんな三浦瑠麗さん、皆さん今、叩かれてますよね、すごく。三浦瑠麗さん自身が叩かれて、けが、うん、れになったからもうね、あの叩き放題でございます。じゃあ、それで、ああ、三浦瑠麗さんはもうね、表舞台から消え去って、 汚れがなくなってよく綺麗になって平和になりましたというふうになるのか叩けば叩くほど私は成長する <laughs> というふうになって復活を遂げるのかこれはですね事例としてあるのがですね、

芸風はだいぶ違いますね違うけどやばいじゃあそれ女性でそれですけどあのねもうこんだけひどいことしたんやからもう袋叩きにして袋叩きにしてもう返せないぐらいのもう GDP を超えるもう賠償金も請求しても全部全部軍隊もこっちに奪ってやってから二度とこいつはもう復活できないハイルヒットラーあれ <laughs> たった2 3 0年で えいや出てきちゃった。<laughs> 第一の問題。あれも無駄や、ね、です本,当本当によかったな。本当よかったね。という、えー、そういう事例があってですね。あったですね。ありましたね。えー、私はここにですね、三浦ラルビ、自国の復活ルートというのをですね。なるほど。提唱したいと思います。だすね、天国ではなくてね、あの天国ルートけがれみ、見つけがれ、みそぎパターンではなく。けがれ、みそぎパターンというのはですね、当然あるんですけど、それはあの一旦置いといて、これですね、皆さん。 汚れを排除,排除して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 排除すれば、世の中嫌いになると思ってる皆さん。<laughs> そうそうはいかん。そうはいかんよ。もう汚れの大評価。うういう広域暴力団というのがありましたね。で、そして広域暴力団対策法というのを作ってですね。もう暴力団をめちゃくちゃに叩いたじゃないですか。うん、ね。で、そして、なんか角丸派とかね、極左の陰りがね、おると、それたも全部排除。と。で。 残ったのが日本政府です。どうですか、綺麗ですか、クリーンですか、なんかけがれの塊やけど、なんかあのクリーンっていう法律をかぶってるから、クリーンってあるんですよね、<laughs> どう思われても、だからね、あの、汚れ、あっち行け、あっち行け、あっち行けっていうふうにやってもですね、実は、このことは解決しないところが悪化するというですね、うーん、ん一番わかりやすいのは政,政,政治資金規正法と公職選挙法やね。ああ、そうですね。 本何か規制する規制成すれで最役になっていくみたいな最害になっていく本当にあらおかしい <laughs> ああかど,、うんま、どんどん何もできない人ばっかり増えていくっていうね、うん、恐ろしいことになりますよねうんあ何なんやろうな本当にに、うん、しかもですよ皆さん今回渦中になったですね10億円を 詐欺して奪ったんじゃないかと言われているトライベイキャピタル三浦さんの旦那さんの会社。うん。これ三浦さんの旦那さんが創業した会社じゃないよ。違うん誰作ったのこれは三浦さんがあのままず外務省に入ってからマッキンゼーカンパニーに転職して。 ねうん、で、それからあの同社を退職した後に、トライベイキャピタルにマネージメントディレクターとして参加して、出世して社長です。おお雇われですか出世して社長なんやったらええやんけって思うかもしれませんけど、ただの雇われやで。うーん、これはやばいパターンですね。で,で大体あのこういう場合ですね、雇われが。 ああ私が懐かしいなんか何から何まで懐かしい <laughs> 何もかも懐かしい20代 <laughs> あったなこういう風に普通戦艦山とか何もかも懐かしい地球か何もかも懐かしい沖田艦長沖田艦長ね病宇宙放射線病が長れかかったけどあの私大丈夫ですからはいあのそんな年いってるしヒゲもいちゃいじゃねえからということであのー、あったんですよとある上場企業でですね があってですねね、えー、私同い年の人がそこの社長になったんですうーん、うん、であっ,っていう人がいてですねあーから始まる人がそこが作った会社なんですよねほう<っ>でそこがですねあの株主だったんですけどもやめて君素晴らしいよくできるよね社長に入、はい、っていう風になってですねうんで、えー、マネロンでつあの使われまくって雇われ社長は逮捕 うおー生網だ <laughs> <laughs> ありました。はい、ういう最近あの、私の一回りぐらい下のですね、あの、ま、あとある、えー、っと、うん ABCDEMGHIJKLMM M さんという人がいてですね、あの、その人がですね、とある仮想通貨ですごくうまくいってる会社の <laughs> いや君うまくいってるね、これからウェブ三点ゼロだ社長になやりたまえっていうふうに言ってなって、はい、さようなら。え、嘘はいえ、はい、それ、それ関係あるの清水さん。あるよ、あるよ。知り合い知り合いですよ。うん、<laughs> <laughs> ありますよ。<laughs> ありますよえそれはだって、あのー、い,もいいその話はいいえーっていう人と関係あるんちゃう <laughs> でそれでさもう見ててもそれははためで見てるだけですよもう付き合いもないからね、えー、昔知り合ってああんなに才気溢れる若者ね根性もあるもう年間5000時間働くでしかも勉強もできる根性もあるねそういう人がですねこうなんか年上のおっさんとかお前が通り所長やれよっていうルートってですね地獄への,の道ですねそれ <laughs> <laughs> お だなそんなやつがええー、お前えそれやばいやんやばいよやばいよ大丈夫なちなみにあのー、その人はですねえっ、ー、と国会でもあの発言とかしてはりましたね誰がうん私のその仮想通貨のエムさんああ捕まってからではなくてね捕まる前でもう持って帰されてるわけですわああ<ー>捕まってないからねあのクソ味噌にやられてパイってすられただけだから あっ捨てられたか、はい、そっちは、はいえー、もう片方は逮捕されましたうーん三浦瑠麗の旦那もねそういう匂いプンプンするよこれいやそゃそうだよね、はいはあ、恐ろしいなまあそういう中でですねうん本当の巨悪が裏にいてあのやってるにもかかわらず ミューラル・リーとミューラル・リーの旦那がだけが責められるというのはですね、うん、本当にすべてミューラル・リーとの旦那さんが絵を描いていてこの本当にお金を稼いでいてでそれとっ捕まったとしましょう、うん、まあ虚栄中みたいな感じね,ねだけど懐かしいなでも虚栄中はさああの <laughs> まあ、韓国か逃亡したけどさね あのー、あれででも自分が儲けくて自分が悪いことに捕まったんやったーってまちょっとすっきりした顔してたわけですよこの前見たらねだけど俺使い捨てやんっていうふうになるとですねグッとするわけよそれはいやそりゃするわ怖いね本当でもその、うん、清水さんもやっぱり結構危ない橋のすぐそこをそばを歩いてますなもうそれだってこの年で ああのまあ、自分で言うのもなんですけど、才気溢れてますからね、私。<laughs> 自分で言うともなんですけど<ー>あの、ビジネスにおいて、私、才気溢れてると思うんですよ。ね狙われる人ですよね。で、しかも、などちらかというと、こういうなんか人前で、なんですよとかしゃ喋ってさ、人を巻き込む力もあるでしょ。でしかも自分で食いついてくる力もあるでしょ。ね、しかも年間五千時間働く根性あるんですよ。うん、こんなの、上の人間からガシってつかんで、 クレーンゲームみたいに、あーって持ちかれて、えー、ポイって捨てられる。<laughs> <laughs> そういうのいっぱいあって。ファンドを立ち上げるから社長にならないかとかさ。はいはい。いっぱいあったけど、もう全部嫌です私は。そういう危険な目に会いたくないから、私は、あーのー、普通に、こうやって自分で一人でやってるわけで、自分の会社でやってるわけですよ。まああの。それはあれですよね、その。 ピューってやる、やりやすい人とやりにくい人がいるよね。うーん、そうね。うーん、そうね、確かに。三浦瑠麗の旦那は、ピューってやりやすい方ですよ。やりやすい方ですか、明らかにね。東大法学部出て外務省行って、ーマッキンゼ税っていう、こういう。こういうのは、ピューってやりやすいよね。しかも、ちょっとプライドも持ってると思うから、ね、うんポストっていうのが欲しくなるわけですよ、こういうそうですね。はい私みたいにね、ポスト。 ああ別にいらんしっていうか、俺、大学の卒業証書すら、あの、どっかに入ってるだけで、よく分かりません、みたいな <laughs>。運転免許を持ってないんですよね、みたいな人間に、なんとかね、ポストをあげようとかって言って、俺、儲かるフリーターの方がいい、みたいな、そんなこと言われると、<laughs> こいつはどうやって引っ張ればいいんだ, <laughs> だって。金ったら、清水君の会社を買収していいかいっていうふうに、株をちょうだいっていうに言われたことあるんですよ、起業したばっかりの頃に。 ねでもその頃まだ私3000万しか稼いでなかったのに1株1億円っていうふうに言ったら二度と連絡もらえませんでした <laughs> <laughs> そういうあのー、私ぐらいもうこいつ、ヘッくつなやつやなっていうやつになると寄ってこなくなるんですけどちょっと仕事ができて根性があって頭もいいってなるとうん、うん、本当の巨悪側からこつかまれてよいって。ね 旦那はそうやって利用された可能性がありますよ。当然、悪いことしてるからよくないよ、これ多分、うんうん、あ、いや、もしかしたら形宅捜索に実は無罪でしたってことにあるかもしれないけど、でも、三浦瑠麗さんも、おお、お前、なかなかあええ感じやないかいな、ちょっと使ってるわちてっとピューって使われて、だめになったらポイ、イ。いっいきなり、うん、これはなんか地獄やな、本当に。地獄ですね、しかもこういう人たちなんか、ピチュンって切るからね。うん お立てて使って使って使って使い,、うん、使,い使い終わったらプチはいプチですねプチですねうんでさあそのなんかいや確かによく,くないよくないよよくないけど、うん、なんかその本当の悪いやつらはよう寝とるわけですよ今もワイン片手にいやそれはダメだろう もおかしいよそれでその話を三浦さんに戻すとです、ルイさんに。うん、これからどうなるんですかね、皆さんは。えっと、みんなが望んでいるのは、ホームレスになることですよね。<laughs> なんでそんなこと望むのえ望んでるでしょ。<laughs> え三浦ルイさんが全て破滅するのを見たら、多分望むと思うよ。メシウマうんメシウマ。メシウマ。<laughs>

です受け入れてください家庭として。あのミュージアムの方でいるんですよ。望んでるんですか？望んでるんですよ。まさかそんなのあ、そうなんですね。これねすごいですね。はい、まあ終わりました。望んでるんだ。はい。えー、だってねあのこのスポニチアネックスの記事にも書いてるけども、民法、うん、関係者に言うとテレビ出演は文化人枠で一番組十万円ぐらいでそれほど高額ではないが講演は一本百万円程度、年収して数千万円は減収するだろう。 今後少なくとも夫の身の潔白が完全に証明されれば、うん、テレビ出演は見送られる。いやだから何億と損するわけです、三浦さんは。かわいそう。まあい、いやん。ほんででもさ、逆だから六本木ヒルズからと軽井沢の別荘から出てかないとダメかもしれないよね。うーん、そんな出ていくでしょ。逆にそこでもし自らの才覚だけで旦那を抜きで稼ぐにしましょう。いや,いや、され無理やろ。 いやできたとしましょうあでき,しまう、うん、できたとしたら、なんか、だったら最初からやっとけっていう。<laughs> いや、もうそうやし、ね、<laughs> それできるやでやってるって、うん。いや、旦那のせいでできない可能性もあるんですよ。まあ、それもあるね。うん、だって、なんか学生時代で結婚してんの人たち。だって <laughs> あ、ちょっとそれがね、いろいろ足かせになってたっていうのはあるよな。なっていうのは、別れた方が、ね、あの、 お互いハッピーっていう別れ方だってあるわけですからいやらもう基本そうだって一方が搾取してて別れたら片方だけがダメになって片方はよくなるっていうパターンもあるけどどっちも良かったじゃんっていうケースが多いよねあるからう,ーんうんうんうんそれじゃまずはだから離婚ですかまあでも旦那さんを支えていきますとは言ってたよ コメントでは「夫を支えていきたいと思います」と言ってたよ変なコメントですねうん夫を支えていきたいって変なコメントですねうんいやなんでそのコメント出てくったのそう捜査に協力していきますは当然だと思うんだけど、うん、そこにそんなついてたついてたんですか うん、なんか結構。ちょっと怖いですね。うん、怖いね。旦那さん、どんな人なんだろう。うんうん、なんかあんまり。印象、見たことないし、印象もないし。あのー、ないですけど。写真で見る限り、結構その。あ、いるいる、こういう人の。<笑><笑><笑>いるいるいるっていう感じですね。 ですねいやもう六本木ヒルズのあのブティックの周り行ったら、こういう髪型、こういうファッション、うん、いるいる、いるいる。いるっていうことですからね。六本木ヒルズで、あの、ィトンあるやけど、いるいる、わかるわかる。かる <laughs> 港区イケイケ社長ファッションっていうのがですね、あの、あるんですよ。だってこの人はみんな集まって飯食ってますよ、ね、な、うんて、毎日のように。最近、あの、あのファッションの、あの、勉強をね、 ちょっとあのしてですねいろいろ最近のファッションの本を読んだり記事を読んだりあとまあフランスとかイタリアのねあのサイトを読んだりとかしてるとですねその面白かったのがさ今ファッション系の中でもうアイコンになってるのが港区イケイケ系ファッションっていうのがあるんですよ。おうでこれはどちらかというとバカにされてるんですよ。はい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 。 あのやって、でも30代、40代になったら金入ってくると、ね、うん、でそうすると、ですねなんかロゴ、T シャツとかね、この白の T シャツとか着るんじゃなくって、ここにね、<っ>バレンシアガーって書いてある、グッチっててあ,る <laughs> あのあのさ、ブランドの名前を書いた服っていうので、デザインちゃうやん、それみたいな。 あのねロゴアイテムっていうこれ数年前から流行り出してるやつだの。はやってるよね。意味わからへんねんけど。めちゃくちゃ売れるんですよ、残念ながら。何 <laughs> なのあれあの。ルイ・ヴィトンとかはさ、モノグラムになってデザインも100年以上やってるからね、ああいうデザインになってるじゃん。なんだけど、<ー>ボレンシアゴー,がーとかさ <laughs> バとか、バーリューとかって、あれはさ、<laughs> あれは。なんでああなるかっていうと。うん あのファッションの関係の方に聞いたんですけどどんなデザインをしてもですねもう3日後にはもうトルコで作ってるんですようんうん、うん、ファストファッション系ねうんうん、うん、だからパリで発表してもうすぐにもうこう,こういう2万円の服を作っても,もう2000円で作ってるんですよ、うん、だから何をやっても真似されるわけです決してがができないのが、うん ガッチーとかやって真似したらアウトじゃないですかだから、うん、最終的にどうしてもブランドが真似をされ絶対に真似をされないものとしてブランドの名前だけをでかく書いた服っていうなるほどところが最終形態になるんだって言ってちなみにえー、っとでかつ売れるんですよね売れ何で売れるか教えてあげましょうはい わかかりやすすいいじゃないで私、今ね、<laughs> 安富さん、あのはい、こういうあの服装を着てね、えー、やってるんですよっていうのをちょっとね、今、スクショ取って送ります。はい、はい、はい。これ、この服装、これね、今着てる服装って、どこかに書いてありますから、ガ、うん、ッチーとかいや。分からへんな、いの <laughs> かんな。ちゃんと服知ってる人だと分かるよね,ねで、これはあのジャケットがですね、京都のね、 あのブランドで、えー、<ー>レインメーカーというですねブランドで、これ、すごい、実は知る人ぞ知る京都のね、あのブランドですごいあの今流行ってるんですよ、好きなんですよ。で、まあこれ、普通の白シャツ、これ、スーツの、あのえー、とね今日届いたんだけど、パブリック・東京っていうところが出している、ジャケットに似合う T シャツっていうのを追求してみましたっていう T シャツなんですよね。で、これ、ちょっと高いんですよ、この白シャツ。 実は1万点ぐらいするんですよ、えー、この写真。そういう感じに見えますね、ね生地が。で、糸が、糸がちゃう、糸が。ね。で、それに対して、まあ、このちょっとネックレスつけて、これがなかったらちょっとね、あの、寂しいというところでやってるんですけど、じゃあ、えっ、ー、と、これが、でもさ、この服装で自分がおしゃれだなってね、自分で満足するのってさ、うん、ちょっと、自分の中でリテラシーいると思いません、ね、いや、もうかなり勉強しないとて。ね、できないためですね。じゃあ、ちょっとあの、うん 服を最近買い始めてね、あの買い始めの初心者の頃の清水さんの服をちょっと今持ってきますので、<ー>ドルチアンダカッパーって書いてるじゃないですか、全身でドルカッパー,ー,ーって書いてるでしょ <laughs>、ね。で、これまだね、デザインでねなってるからいいけど、もっとドルカッパーっていう感じのやつあるんですよ。あさすがにそれ叱ってないんですけど。 ただあの野球のユニホームみたいなそう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 ,そう、ね、ジャイアンツとか書いてあるみたいな感じの <laughs> んかねそういうのってねあのさ20代とか30代一生懸命仕事してお金なくなっるとあお金稼げたけど青春をさ失った人っいるわけよああファッションとかしてる暇がなかったねそういう人がねなんかあのさっきみたいなこの「なんかボタルキャラー!」みたいな感じの やつとか、でもう一個私があの、ちょっとこれやりすぎたかなって思うものが一個あってですね。よいしょ。これね、このピタンピタンピタンっていう感じの、あのジャケットがあってですね。まあ、私何気にこれは気に入ってるんですけど。あのデニムで。ピタン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 っていう感じの服装。とピトンのバッグ、バッグを着てるみたいな。あ、ちなみにピトンのバッグみたいな服あるんですよ、本当に。これまだデニ、デニム生地だから。あれだこれ。 記事があれなので、はい、記事がキャンパス記事っていう <laughs> あってですねルイ・ヴィトンアドミナルジャケットっていうので原作者出てくると思いますので, <laughs> で、でこういうのなんでねあのー、買うかっていうとですねこれまあ私も自分でねやってて恥ずかしいなっていうふうに思うんですけど <laughs> でも、まあ、何気 ドルチアンド・ガッパーナとか、まだこれ私デザインが効いてるからいい方だけど、うん、まだ効いてる、とまだ可能性デザインが入ってる。もっとわかりやすいさ、バルシアがグチーチャレンって書いてる、ね、<笑><笑>あれは,あれはうね初めて見たときびっくりしましたよ。青春を失ってね、おしゃれを、ね、できなかったけど、何か生きりたいっていう人が、わからんけど、これ着てたらかっこいいやろみたいな感じ買っちゃうんですよ。うーん 恐ろしいでまた売れるんだこれが売れんだこれが怖いよねでもまあまだいいよまだいいまだいいまだそれとさ自分がおしゃれしようっていう意識がさまだ残ってるわけだから、うん、まあいいけどでもなんかあれ,な、ね、あれね本当ねあれねやっぱ二十世紀の終わりぐらいにさ、うん、あのすかそのポロシャポロのさ、うん、あのなんかあのロゴのサイズがさなんか十倍ぐらいになったやんかああそうね 昔はだから胸にさ、うん、ちっちゃいポロのマークがついたのに、うん、ポローみたいなで書いてた時に、うん、俺めっちゃダセとか思ったんやけど、うん、どんどんその風潮が高まっていって、うんはい、ポロの服がおしゃれだから着るのではなくポロって書いてあるから着るんですっていうポどんどん拡大してついにこのなんかあの、うん モノグラムアドミラルジャケットみたいなやつになってきたな、はい、こ,これなんかで、ね、もうあのこれ。<laughs> <laughs> 逆としか見えないけどこれはただ実物を見たら結構着こなしによってはラッパーとか DJ が着るにはすごいおしゃれなんですよう特殊な条件があるんで、うん、なんだけどねでもでもさすがにルイ・ヴィトンもさビトーンって白いシャツに書いてるだけのやつは売ってないで <laughs> だけどなんかねねそういうのを買ういの買人おるんや, <laughs> おるんや、ね、またおるんやよくれら作る方も,も,のもの真似されないためにはもう老後だけしか書けないとかうで買う方は老後だけ書いてあったら買うとかっていう、うん、ねでもねこれはすごい大敗ですよね大敗なんですけど、うん、まだあのおしゃれをしようっていう気概があるだけね、えー、いいと思うよまあそうやね、うん ね話かね、うん、話がれてしまいましたけど、でも、そういう人たちの中でよく言われるのが、<laughs> この、えー、六本木港区イケイケ社長ファッションっていうのがあるんですよ。これは悪い意味で言われちゃうんですよね、うん、ああそろそろイケイケ社長ファッションの特徴は何なんですかまず、えー、っと見るからに、生きてる感じの高そうな服を着ていて、<laughs> でそしてスニーカーっていう場合が多いです。 ああスニーカーねじゃないわけじゃないんだけどもそれにスニーカーみたいな <laughs>、うん、だから <laughs> それそれにねうんなんかすごくその香りを三浦瑠麗さんって <laughs> 結構アレクサンダー・マック,クイーンとか攻めてる系の服装好きなんですよねああ<ー>でこの旦那さんの影響なのかなあ逆かもね 逆三浦瑠麗さんの影響で旦那さんがこういう囲んでる。マックに来てるっていう、うん、もう本当にユニクロでいいねけど、みたいな、うんまえー。だけど、なんかね、このじゃあこの旦那もさ、なんか、かわいそうだなって思うよ。いや、それだってそんな。こんななんか危ない仕事に手突っ込んで、や,やってはいけないことですし、や,やってはいけないけど<あ>こ、もう何度も言うけど、こいつの裏にいるやつは誰だっていう。誰 誰,の誰だの誰一体誰誰が、誰があの、ウィーンってクレーンゲームで。ああ、いや。俺だってクレーンゲームでウィーンって捉えそうになったけど、いやーって暴れて、バタッて、<laughs> ッて落ちた。<う>誰がその、太陽光に。ねえ。ねえ。手出してんのやろうね。 でもあの今日その主動画はねどちらかというと昨日の動画を見てくれた方が私はいいと思うんですけどーあの三浦瑠リさんとか汚れをね追いやって追いやって追いやっただけではおそらくうまくいかない、うん、これがすごく重要なポイントですよそこをじゃあどうしたらいいのかっていうのが私はあの天国ルートだと思いますよはい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  ねそれは三浦瑠麗さんが汚れの後にみそぎがあってでそしてちゃんとあの戻ってくるっていうもうまあすごいわかりやすい言い方をすれば「水位も甘いも」っていうそういうことですよそっち方向に行くとですねあのまず誰が救われるかっていうと三浦さん自身も救われるんですけど、うん、お子さんが救われますよままあそそうだね間違いなく、うん、だからそれはいいんじゃないかな それにはならないですかね。なるためには友達が必要ですよ。いや、友達、私友達だったけどよ。うん。三浦瑠麗さん大好きなんで、大変お世話になりましたから。いやー、三浦瑠麗さんはね、本当にここ最近私もお世話になってるんですよ。もう三浦瑠麗さんのことを取り上げるとですね、<laughs> チャンネル登録者がもうバリバリ伸びると。<laughs> もう大変お世になってると。<laughs> で、それここの時期、この話が出る前から三浦瑠麗さんのことを取り上げると。<laughs> あのー、最生回数が伸びると。 いうことで、すごい大大人人気三皆さんの本を出されて、私もそれを紹介したりして、ねこの読書家、清水友子と名乗ってはいますが、その読書家、清水友子ですら何回読んでも何を言ってるのかわからない本が多いという、非常に難解な本を書かれると、すごいなということで、ね直接の知り合いではないけども、三浦瑠麗さんという人にお世話になりましたよ。なりましたね、だけど、今回踏んでいるものがあのやばかったら、これは。 相当危険ないやこれはこれちょっと本当にこ,<れ>この地雷は触りたくないやつですね。うん、触りたくないやつだねだけどもうふてもう大,大幅に踏んでますよ、ねも。もううふんって地雷を踏み抜いて <laughs> こっからだからどうやったら,ったらこれ足を洗えるのか。 話ない教えて。<あ>俺は。えらけたたりしえええっと、昨日取り上げたあのー、ね、えっ、ー、と、瀧本社長という人がいてですね、<laughs> えー、1972年生まれて <laughs> ソーシャルレンディングっていうお金をね、これまた太陽光に2億5000万円突っ込んでですね、なぜか日比谷公園のトイレでプシャーッパッタリ。うさ <laughs> やん。っていうあの事件が。 それなんかちょっといろいろ言おうとしてましたよね。いろいろ。だからね。っていう、あの、話もあるので、<ー>ぶちまけるとは厳しいです。厳しいよね。ぜひひと月き万冊に出てね、あ、もう何もかも、あの、ガーシー議員がですね、最近なんか逮捕されそうだから、ルーシー法みたいな感じで、後をついてほしいなと思いますけど、下手をすると、あれなんかトイレで見つかったらしいよっていうことに。 なると、うん、お子さんが可哀想です。いやそれはいけません。どうどうやったらいい？どうやったらいいの？どうやったらいい？どうやったらいい？いいのそのじゃあそのデビルルートはどうなの？えデビルルート？うん、デビルルートはですね、うんと例えば三浦瑠史さんが参、えー、政党からで、あそっちね、はいはい、うんそ、それかなと思いました。もう政治家に転身するしかないかなっていう。 もう私がやられたことはすべて陰謀なんです。私が知っている政治の裏を国会で暴きたいと思いますっていうふうにこっああ、いいっすね。いいじゃないですか。かま、さん、いけるんちゃう参政党じゃなくてもいいけど、もう三浦党でもいいよ。うん、三浦党でもいいよ、ねうん。なんかそういう感じ ?N 党とかでもいいけど、N 党とちょっとな。ちょっとな。参、うん、政党はいい感じですね。でしょうん。で、うん、は、新選組だったりするね、急に。<laughs> <laughs> 急にそういうこと言うからダメダメダメうんう今令和ファンをいきなり社民党問うからてるとかいやーもうそれは多分三浦さんの方からノーだと思います <laughs> 残念ながらイメージ違いすぎるイメージ違いすぎる維新維新ありかもね、うん、ありかもねうん、うん そのでも、のの東京都知事選っていうてもあります。あー、小池君には勝てないな。勝てないな。うん、まあ、一国会議員都議都議に都議。都議とか国会議員とか言えばいい感じですね。うん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 あ、そういうのであの、で、そういう、お前らけがあっち行けあっち行けみたいな、うん。あの人、人がですね、たくさん、まあ、消えていくんだろうな。 うん、あの消えていって、そういうわけわからんのから復活していくっていう感じだと思うよ。そのルートありますね。うん,うん。うん。んそこじゃない、そう天国ルートの方はちょっとイメージがちょっと難しいですね。うん。これやっぱかなりの決意と試練がいりますね。うん、決意と試練がいるし、まあうちにはあの本間の兄貴という素晴らしいお方がいらっしゃるので。おばさんに弟子入りするってのは多いあるとう。<laughs> うん。うん、そう、ね。ほ本間兄貴の妹分になるな。うん。 うーん。ちょっと私前半で一生懸命頑張ったからこれ以上話盛り上がられへんかあと5分ぐらい長 <laughs>、うん、もう衣装替までして疲れた今日は。<laughs> <laughs> <laughs> なんか怖い話も思い出したし。ちょっとね怖い話がね。ちょっとあの天国ルート教えてくださいよ本ん天国ルート。いやだからまあ、一つはだから私がお勧めしたいと思うのはやっぱりがっつりって 時間もあるししばらくお金もあるじゃないですか。あるかな。ないか。ないと思うな<い>。<laughs> ないと思う。ないとう。ん。まあ時間はあるよね。まあ,まあ時間はある。勉強するっていうのは一つの手ですよ。うんまあ勉強好きだろうからね。うん。本当に本気で勉強してない。 残念ながらそうですねうん、うん、真実っていうものがやっぱあるんですよ世の中にはうん、うん、彼女は信じてないと思いますさう,う,、ね、うんそ、はい、うね、ん、でもこれだけの経験をした以上はですね頼りになるのは真実だけなんだと思うんだけど、うん、真実をつかみに行くっていううん そういうチャレンジをすべきではないでしょうかね。真実をつかみに行ったら、なんか、どど,どうして天国ルートに行けるんですか、それは。いや、わかんないけど。わかんないんかい。だからそこに、まず、あまあ、サッティアグラハっていう言葉があるじゃないですか、うんね、サッティアグラハという。うん、これはガンディの。非暴力不純運動を表す言葉として、ガンディが採用した。うん、考えたらガンディじゃないんだけどね。うん あの言葉なんだけどそれはさっきやったら真理です、うん、でアーグラハは捕まるっていう意味ですね、うん、真実に捕まるうん、うん、だからもうどうしていいかわからない危機的な状況に陥った時には真実に捕まりなさいというそういう,んうん、うん、教えなんですけれども、うん、それは非暴力不服従運動、うん、一番大事なポイントだと思うんですけど、うん、そういう危機にいるんじゃないですかね三浦さんはなるほどだってごまかし もちろん、その、ごまかしきるっていう方法もありますよ、さっき見あ政治家になるってのは結構ね。うん、ごまかせる、ね、あの、ごまかす方法としていい,、うん、い,いじゃないですか。うん、トランプみたいな感じは、トランプ大統領も、うん、あの選挙不正だったんだ、言い続けるみたいな。うん、まあ別に、あのね、うん、それによって、その、なんとかごまかしてるうちに人生は終わるわけだし、うん、ごまかしてる間はごまかしきれそうな感じじゃない、もはや。うん。うん その手もありますよ。ただちょっと長いよね。三浦さんの場合は。うん、そうやなあと40年以上ごまかしていかないといけないんで。うん、でしかも、まあ、お子さんもおられるわけだし。まあ、だから。うん、なので、自分が真実に捕まりに行くっていう。なるほど。うん。うん、全く。それはだから、うん、普通の人には。 わからんやろうな真実あまりに行くと <laughs> でもそれはあの私で言うんだったらそ<う>銀行を作ろうと思った時に何か本質的じゃないなまさにそれです、ね、なんかそういう感じなんかここちょっと匂うなとかうん、うん、なんか嫌だなっていうものからちゃんと離れていく、うん、そうですねつまりだから今までなんで,こなんでここに来てしまったのかっていうと、うん、真実を避けて、うん、より良い方、うん、より効率的な方、うん より社会的に成功を見込まれる方お、うんまあ、そらくこういう形に進んできたと思うんですうん、うん、そうするとですね、そのウィーンってやつが待ってるんですね。うん、ウ,ィウィーンって持ってかれて、って,持って,かれてパイルダーオーンみたいにされてしまうから。<laughs> 神にも悪魔にもなれるかぶと工事っていう感じです <laughs> <laughs>。だけあの、ガションガションって自分で自由に動かしてるつもりが、<laughs> あれ俺もしかしてドクターヘルにあいつら来た <laughs> みたいない感じじゃなくて。<laughs> <laughs> そう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 。<laughs> これは私がですね、ね真実の思いであれでゲーム、マッガが好きで、長い号を本当の意味で好きだからこそ、こうパレーおおーって言われた瞬間ですね <laughs> こういうふうに返せるわけで。<laughs> ね、勉強の意味では無理です、これは。るそれやな。うん。でも実際と思うよいや、もうそれしかないと思いしい。 三浦さんここまでにさ何だかんで言ってここまでの成功を収めた人じゃないですかうん、うん、そうですね今後尊ょそこらのね、うん、あの才覚ではねこうはならないんでいくら、ね、いやそりゃそうだようん、うん、これだけ人を引きつける力があるわけですよ、うん、驚くよだから私が渾身で、うん、マネジメントについて語った動画をですねアップした ええー、二点五万回ぐらい。はい、<laughs> そう、二点五万回も聞いてだから、もうすごいことですけど、うん、あの次にさ、あ三浦理恵さんの話すんの、まあまあいいけどさ、うん、ってっじゃあ、あらららららとか言ったらさ、なんかえらい伸びるんですよね。えらい伸びだな、偉い伸びだな。<laughs> 安みさんがね、マネジメントと経済学っていうのについて語ったら、ですね2.5万回で、ウラシミール・プーチンへの最終警告、第3次世界大戦の予兆、えー、これはですね4万回くらいで、うんえー、で残念ながら、あっちの、あの、まあのま残念ってわけでもないですけど、皆さんが関心を持たれてるんだなって思ったのが、このミラルリ、ね、なぜこのタイミングで地検動いたの、火破りっていう、こっちはです、ね、7万回ぐらい。<laughs> そうそうそう、桁違いでございます。 まあ、これは何かってっともう私の力でも清水さんの力でもなく三浦瑠麗さんの陣痛力ですよ。いやほんとね。<う>うん、これはやっぱり大変な力でね。大変な力だよ、うん。これをですね、そのウィーンガチャンみたいなパイルダウンみたいなやつに使われていかん。自分の手に取り戻してほしい。うん、確かに、うんえー。確かになんですけど。 うん何を言ってるかわかんないよね。うんいや、<laughs> ちょっとですね、私、三浦瑠麗さんの本はいがあってですね。はいおえー、その名も、フリント正義という本があってですね。あ<ー>えーっと、なんか、これは、あかんのちゃうかなっていう部分がありまして、フリント正義。 これ中野信子さんという人の対談なんですけど。中野<の>、えー、信子さんって何だったっけなあのいや、ここにですね。まあ、私たち夫婦は合理的といえば非常に合理的に見えると思いますけど、お互いの会社の株をほぼ半分で持ち合っているし、それは財産分与より確実です。え <laughs> そうっすか半々でで持ちてるんでね夫の会社の株を半々で。<laughs> 持ってはるんですな。えー、じゃ全然関わってないっていうのを半々で持ってるけど。関わっているというのは仕事の部分であり、株式としてオーナーとして関わっていたというのはあのまた別の話である。でも、半分も持ってたら支配権です。 ハハ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 ハこれは次回へ続く <laughs> 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 多分佐藤さんがこ,この辺りで佐藤さんがちゃんと解説してくれると思うよみんなうんうん<ー> <laughs> ちょっと <laughs> ちょっとあかんねはい、えー、佐藤さんが解説してくれるんだと思います私ははい ビューラルイト本を読んでるって言ったやろ、<laughs> 全部。<laughs> <laughs> すごいですな、ね、本っていろいろ書いてありますね、大事なことは。トゥルッと書いてあるんです。トルッと。トルッと書いてあるんですね。はい、えー、名前まあとにかく。<あ>あ<の>知ってるこの中野信子さん、サイコパスってを書いてる。はい、そうです。あーあ、たことあるわ。うんうんうん。まあ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 、あの、えっ、ー、と、アンパターンですけど、<laughs> 面白い本書く人だなっていうイメージですね、私の中では。はい。 いや最後にちょっと、うん、生いうわけでえー、っと叩けば叩いて汚れをあっちにやったらはい解決ってわけではないので大変難しいんですけども三浦瑠麗さんが天国にちゃんと汚れからね、うん、あ気、の、を、ー、いい意味でみそぎを終わって天国であの世じゃないよ。<laughs> あの天国ルートの復活をね望んでいる、うん、三浦瑠麗さんを誹謗中傷するわけではなく心配しているというわけでこの動画をね撮ったのであって三浦瑠麗さんのことを取り上げれば再生回数が伸びるというわけで撮ったわけではございませんのでねそんなことかけらもかけらも思ってるわけないじゃないですか、うん、今日もどっしょチャンネル登録といいねよろしくでそしてですねみんな得意けいけのファッションしてる君たち特に <laughs> 社長恥ずかしいよ <laughs> <laughs> バレンシアガーとかゲッツーって <laughs> やめよこれはやっぱりな<の>ファッションじゃない,あのいやファッションなんですけど <laughs> その君たちお金あるんだよねその若者が生きて買うんだったらいいんだよ <laughs> でもね例えばバレンシアガが,がね何をしたのかとかグッチの歴史とか、うん、ルイ・ヴィトン少年の創業物語とかっていうのをちゃんと分かった上で自分の生き様に合ったものにお金を使いなさい 今日うん、知り合いのそのなんていうか、はい、テーラーとかで服作った方がいいと思うな、うん、やっぱ。というわけで、えー、45695564569556 45三菱 UFJ 銀行駅商支店4569556ぜひよろしくね。安サミさんへの看板待ってます。じゃあね。